市民の皆さん、こんにちは。令和3年度4月から始まります令和3年度の高崎市の予算について、対応をご説明したいと思います。全体で一般会計が1649億2000万円ということで、一般会計で言いますと対前年度比がマイナスの 0.4% ということで、緊縮した予算、すごく節約した予算と、こういうふうに考えていただきたいと、ここに申し訳ございます。マイナス予算にいたしましたのは、ご存知のように、コロナで経済状況下で、市税の税収が減ということで、が一番の大きな原因でございますけれども、市税収入が対前年度で 3.7% の減ということでございまして、585億円市税収入が、ございます。新型コロナの影響に伴いまして、個人市民税とか法人市民税と、こういうところがマイナスになるわけですけど、景気の影響を受けやすいのは法人市民税でございまして、法人市民税は対前年度で 15.4% の削減ということになるわけでございます。ただ、高崎という町は企業浄化町でございませんので、特定の企業が経営が良くないとか、そういう売上が伸びてないとかっていうことがダイレクトに高崎市で跳ね返るということはございませんで、高崎というのはたくさん の業種の企業がある場所でございますので、なんかすごい景気が突然良くなるとかいうこともございませんけども、一方不況にはまあ強いという場所という特色がございますので、税収の減がその程度で済んだなと、ここに思っております。一番市の税収で大きいのは固定資産税が大体半分ぐらい占めております。固定資産税というのは景気の影響でそう変化するものではございませんので、まあ安定した、ちょっと落ちましたけど安定した収入を確保しているということでございまして、これは高崎の とてもいい特徴でございまして、ちょっと参考までにどういう予算が入っているかというご紹介を申し上げたいと思いますけど、まあ、一つはコロナ対策というのがございますが、コロナ対策というのは実はこの予算だけじゃありませんで、これから国からコロナ対策を進めてくださいということで交付金というのが参りますから、これはまた新たにこれに付け加わってまいりますけど、今度の一般会計の予算で対応している部分はとりあえず1億円弱でございますが、医療提供体制の整備事業になったり、例えばコロナの患者の専用のベッドを作っている病院に対してお医者さんが必要になったり、看護師さんがプラスで必要になったりする、そういう方々の人件費を応援するというようなことが一番、コロナが治療が終わったんで、違うちゃんと今までのその疾患について見てもらいたいというふうに病院に移った時に、その病院が受け入れをしていただいたということで、それに対しましてありがとうございましたという支援金を措置したりしたものでございます。こういう経費が盛り込んでおります。私は高齢者福祉をずっと力を入れてきたつもりでございますけど、今や高齢者福祉は全国でもトップクラスになったと自負しておりますけれども、来年の予算でも新しい、事業を取り作ることにいたしました。どういうことかといいますと、観音山の中腹に大きな団地がありますけれども、団地ができた時は、若々しい素晴らしい団地でございましたけど、もちろん今も住環境はいいんですけど、お子さんやお孫さんが、団地から出ていっちゃって、お年を召した方ばっかりの団地になっているという、これはまあ全国同じ特色があるわけでございますけど、団地にの足の確保ということについて新しい事業を始めさせていただきました。これはどういうかといいますと、今倉渕や春名や、吉井で、去年からお年寄りぐるりんタクシーというのを設置いたしまして、乗り降り10という無料というタクシーをぐるぐるぐるその街の中を回すという仕組みを始めたんですけど、割合乗っていた方が多いということで、事業としては大変うまくいっているというふうに思っておりまして、よしこの手法をさらに使おうということで、
観音山の周辺にあります団地の中をバスが通っている道以外の道路地ですが、そういうところにグリーンタクシーをその路線を30分から35分の間に回るという4つのコースを作りまして、南八幡のあたり、それ寺尾のあたり、野付片岡の方も入ると思いますけども、お年を召した方の足の確保をしていきたいと思っています。なおこれお年寄りグルリンという名前にしておりますけれども、じゃあ若い人乗っちゃいけないということはなくて、乗っていただいていいんですけども、人としてお年寄りに乗っていただくようなことを考えております。郊外の山の中腹にあるような団地、全国にたくさんありますが、そういう団地の足の確保ということでは全国で初めての画期的な施策じゃないかと私は思っておりますけど、これをスタートすることにいたしました。それから子育て環境も良くする、これも全国でもトップクラスのようになると私は思っていますけど、町中であります、田町にあります子育て何でもセンターというところが大変利用者が多くて、大変好評いただいておりまして、その中に託児所を作りまして、夜の10時まで子どもを託児預かるということをやるようにいたしまして、理由は一切問わない、預かってほしいといったら安い費用でお預かりするという仕組みを作りました。もうすごい満杯になるぐらい利用者が多くございますので、これもう一つ二つ作らなくちゃいけないなという要望もございました。高崎の中で唯一ともいえる人口が増えて、若い家族が増えております群馬地域に、設置しようということになりまして、なんか新しい建物を作るというんじゃなくて、昔の議会で使っておりましたスペースが実際使わないでそのままになっておりました。大きな本会議場はちょっと使いづらいんですけど、委員会などでやります部屋がスペースがございますので、託児所に改修いたしまして、同じように熊町の若いお父さんお母さんが、託児をさせても大丈夫なようにしたいと思っておりまして、方針を発表いたしましたら随分反応が多くて、早くしてよなんて言われて、まあ、そう回収したりする時間が必要ですので、すぐに行ったわけがありませんが、夏になりましたら、開いたいと思います。また防災関係で、新町 に体育館を作るということをやってきたわけでございますが、来年度予算で、最終的に、竣工まで持っていきます。今年の12月にはオープンいたしたいと思っています。新町は3年前でございましたか、国土交通省の方から1000年に一度の大雨があったら新町が水没するというような、報告が出されまして、じゃあ私たちができる範囲をやろうということで、すぐ避難できるようにということ、そこの体育館が非常に古かったもんですから、古くてご迷惑かけてましたから、よしその体育館の改築をということをやりやったら避難場所にしようということで、体育館を全面新しく作るということを実行してまいりました。屋上にヘリコプターが降りられるようにしようと、そういう設計で今工事が進んでおります。お年を召した方や車椅子の方が、体育館の屋上まで登るのは大変至難の業でございますから、車椅子でも上上がれるように緩やかなスロープを外階段に取り入れまして、そういう方も屋上に行けるようにいたしたわけでございまして、きっと新町の方にも喜んでいただけるようなところに思っております。それからあと予算的には一番大きく金額を占めておりますのは、高崎のゴミの焼却ということでは高浜クリーンセンターがずっと頑張ってきていただきまして、32年経っておりまして、だいぶ老朽化いたしておりまして、そうそう限界に近づいてまいりましたので、全面改築するということに踏み切りまして、来年は2年目に入って、一番予算が大きく76億円ぐらい、そこに投資するということになるわけでございます。大変その地域の方には負担になるといいますか、まあ、いわゆる迷惑になるという可能性もある施設でございますけれども、よく説明してまいりましたら良かったということになってきまして、もう母の方には足を向けてなれないなと思っておりますけども、公害だとかなんか健康被害があってはいけないということで、ベストを尽くした技術的なものをチェックしてまいりましたけども、東京のど真ん中の
まあ、住宅街の中に、焼却場を作っても大きな問題がないと、大きな批判がないというようなシステムがいいに決まってますから、そういうシステムにいたしまして、改築いたします。遠くの方に迷惑かかんない、近くの方にも迷惑かかんない、ちょうどいい高さの煙突も作らせていただきます。春野の風景、景観を損なわないような建物にさせていただきまして、焼却熱などを活用いたしまして、長寿センターのお風呂にしたいというようなことは、地元から言われたことはもうほとんど実行いたしておりますから、ご迷惑かからないで済むと思うわけでございますが、そういうものは金額的にはそれが一番多くございます。それから市街地の再開発も引き続き進みまして、東口の出たところに民間ベースである複合ビルを作る予定でございまして、今ある体育館を壊しまして、そこで新しいそういう町の中心的な商業エリアを作る、こういうことでその準備もする費用も入っております。これは子どもの遊び場とか室内の遊び場とか子ども図書館とか、それから高崎の商工会議所が移ってきていただくとか、複合ビルとして高崎の中心的な施設となりますので、多少時間かかりますけれども、その工事が始まるということでございます。それからもう一つ、スズランというデパートがございますけど、耐震建築としてはちょっと良くないんで、改修改築が必要だということが指摘されておりまして、社長さんが私のところに参りまして、まさか高崎から出ていかないでしょうねって話をして、出ませんと、スズランを全面改築することにいたしました。これは出ていく出ていかないという単純な話じゃなくて、高崎駅から街中を通ってお堀端まで行くという人の流れが、スズランがなくなりますと途絶えてしまいますので、これはまああることが絶対不可欠でございます。こういう経費も入っております。それからギガスクールっていって、子ども小中学生1台ずつパソコンを渡して、授業やいろんなもの場合によってコロナで並行になったりした時に使えるようにというシステムで1台ずつ渡す、そういう経費が多少3億円ほど積み込んであります。パソコンを渡せばパソコン学習が進むというわけじゃありませんで、やっぱりこう使い方というのをきちっと教員が先生方が教えなくちゃいけないということで、先生方の研修など使い方について研究を重ねてまいりましたから、そういう研究の成果を生かしてしっかりした使い方をしていきたいと、こういうふうに思っております。そういうような予算がで構成されております高崎市の予算でございます。1649億で対前年度マイナス 0.4%、 ちょっと手堅いいい予算じゃないかと自負しておりますけど、これを近く議会に提出させていただこうと、こういうふうに思っております。